はい、こんにちは、シャスカです。心の理解をみんなの幸せへということで、心理学講座の第174回になります。はい、前回のまとめです。キャノンバード説というのをやりました。感覚器官、目とか耳ですね、から刺激を受けたら、まず脳の視床下部が情報を処理して、で、ある時はその生理的変化ですよね。心臓がどんどんこう早く鼓動したり、ですね、もしくはその呼吸が速くなったり遅くなったりっていう、まあ、生理的変化につながったり、もしくはその視床下部からですね、こんな大脳の方に情報が送られて感情が発生すると、まあ、そういう考え方ですね。感覚器官から視床下部に情報が送られ、視床下部から大脳及び末梢神経系に興奮が伝えられていることに注目したということです。だからまあ、昔はですね、その視床下部っていうのがその人間の心なんだっていうふうに考えてた時代もあったということですよね。視床下部が感情関係において中心的な役割を果たしているという説ということで解説しています。はい、ご視聴感謝してます。今回第174回のテーマはザイアンス説です。ぜひ最後までご視聴ください。はい、今回は3つですね。感情は何で議論が分かれているのかということで、まあ、これは復習になります。そしてザイアンス説とザイアンス説の根拠ということでやっていきます。はい、で感情の学習で重要なことっていうのが3つあって、1つは感情がどのように認知されるのか、まあ、これをね、前回今回という形でずっと続けてやっています。それから感情が認知に与える影響ですね。実際その感情が湧き上がると人が見たり聞いたり触ったりするものがどういうふうに変わっていくのかっていうその影響ですね。そして感情と記憶の関係ということで、基本的にその人っていうのはまあね、記憶と言っても過言ではないわけですよね。あなたはどんな人ですかって言った時に、私はこんな人ですっていうのはまず記憶を元にしているわけですから、記憶っていうものがそのまま自我であり、その、ね、自我っていうのがどのように形成されているのかっていうのはまあ記憶ですよね。でその感情がやっぱこう記憶というのに強く影響を与えている、まあ、具体的に言えばその強い感情を伴った体験っていうのはね、何十年経っても覚えていたりっていうふうにあるわけですから、まあ、その感情がど記憶にどのように関係しているのかっていうのを学習していくことがすごく大事だということになります。はい、で感情は何で議論が分かれているのかということなんですけど、感情には4つの要因があるっていうふうに言われてるんですね。これはもうね、議論が分かれてなくてみんなが一致しているというところです。1番は感情を引き起こす事象の認知、まあ、例えば車が近づいてきたって言ったら車を認知するっていうような感じですよね。そして恐怖や悲しみなど感情を経験すると、まあ、実際今自分は怖いとかね、悲しいとか、まあ、そういう感情を経験すると、そしてそれが内側と外側にこう反応として出てくるわけですね。内側の反応としては心臓の拍動とか、呼吸の変化ですね、そういった生理的な反応で、まあ、体の内側に出てきたり、もしくは外側ですね、表情の変化とか、汗が出たとかね、まあ、そういう表出的な行動ということで、まあ、4つの要因が感情的体験というふうに言ってるわけです。ただし感情の認知プロセス、どんな順番で感情をね、今自分は怖いんだとかね、今自分は悲しいんだっていうのを、まあ、どういう順番、どういうプロセスで認知するかっていうのには実はいろんな説があって、まあ、議論が分かれているということになります。はい、そして生理的な変化の解釈っていうのは感情の発生に必要かどうかと、ね、自分は今、ね、心臓がドキドキしてる、だから感情が発生したとかね、今自分は、ね、呼吸が荒くなってるっていうのを認知して、だからその解釈に基づいて何らかの感情が発生していると、その生理的変化を解釈したっていうことが、まあ、感情発生に必要なのかどうかっていうことで、まあ、議論が分かれてるわけですね。で必要ないっていう説はザイアンス説、今回やる部分です。で必要ありとする説がラザルス説ということで、それが、次回やる予定になっています。で今回はその生理的変化の解釈は必要ないと、まあ、つまり解釈なしに感情というのは発生するという考え方、ザイアンスという人の説というのをやっていきたいと思います。はい、ということでザイアンス説ですね。認知と感情は独立したものですと、何か自分はこれを見ました、これを聞きましたっていうふうにね、はっきりと認知するということと感情というのは関係がありませんと、要するにお互い独立していますということですね。だから刺激が認知されなくても感情は生じると考える説です。これはね、認知っていうのは無意識がね、意識化されていないっていう感じなんですよね。だからまあ人の心っていうのをね、意識と無意識、もしくは意識と潜在意識って分けたときに、潜在意識の方には情報が入ってるんだけど、それが意識化されてないと
いうような感じですね。だからその潜在意識の方が捉えた、無意識の方が捉えた情報が認知、意識に上がらなかったとしても感情は発生しますよねっていうふうに考えているのがこのザイアンス説ということになります。はい。で、このね、ザイアンスっていう人はザイアンスの法則ね、っていうことで、まあ、単純接触効果で有名な方ですけれども、単純接触効果っていうのはね、単純に接触回数が多いものに対して好意を抱くという効果ですよね。気づかないくらい短い時間何かに触れると。ね、まだ、例えばテレビコマーシャルとか15秒とかだったりしますけど、まあ、もっと短いものでもいいんですよね。1秒とか2秒とか。そういったものでもいいわけです。気づかないくらい短い時間、ね、相手が、ね、意識しない、ね、無意識で、まあ、なんとなくぼんやり見てるとかね、なんとなくぼんやり聞いてるみたいな、まあ、そういう気づかないくらい短い時間何かに触れるということですよね。まあ、これをね、利用しているのが、サブリミナル効果っていうものですよね。相手がね、意識ができないぐらい短い時間にパッてこう瞬間的にね、こう、フラッシュみたいな感じで相手に見せると、ね、それは本人はね、あまりにも早い刺激だったので、まあ、認識できないわけですけど、でも実はそれは無意識潜在意識の方に影響を与えるというのが、まあ、サブリミナル効果と言われているものです。なので、まあ、単純接触効果っていうのは気づかないくらい短い時間何かに触れると、ね。で、今あなたは何を見ましたか、何を聞きましたかって聞いてもね、いや、それは認識できないわけですよね。いや、ちょっと早すぎてわからなかったですみたいな。ちょっと早すぎて見えなかったです。ちゃんと聞こえなかったです。ということで、まあ、意識はできなかったわけです。しかし、ね、全く初めて見るものに比べると、実は以前見たと明確に認知していなくても、その対象物に好意を示すということですよね。例えば、そのね、笑い顔をパッて見せた瞬間にね、これを次にね、なんか例えば感情を見せると、ね、その感じに対してなんか好印象を感じる。本当はね、その感じそのものが好きなんじゃなくて、その感じが提示される前に笑顔を見たから、実はね、その後で見た感じにすごく好意を抱いているにもかかわらず、ね、本人はその前の瞬間に見た笑顔っていうのがね、あまりにも短い時間だったからね、認識できてないわけですよね。だから、笑顔を見たからその後提示されたものがに好意を示しているにもかかわらず、ね、実際はそのね、後に示したものに好意を感じているっていうふうにね、まあ、錯覚するっていうかね、そういうふうにこう認識するというのがこの単純接触効果ということですよね。まあ、先行刺激があって後の刺激があったときに、先行刺激がこうね、本当は相手のね、感情に影響を与えているにもかかわらず、その先行刺激があまりにも短い時間だったために、ね、十分に認識できない、認知できなかったと。だから後の刺激に対して自分はこれが好きなんだっていうふうにね、感じるというのがこう単純接触効果ですね。単純にこう接触回数が増えれば増えるだけ好意を抱きやすいというのがこのザイアンスの法則というふうに言われているものです。はい。で、ザイアンス説の根拠、なんでね、そういったことが言われているのかって、もちろんね、このザイアンスっていう方はね、実験とか研究とかっていうのもやってるんですけど、まあ、今回はそれは省略したいと思います。あくまでも根拠の一つとして言われているものを、今回は一つだけご紹介したいと思います。それは、赤ちゃんには外界を十分に認識するほどには、認知システムが発達していないということですよね。人間っていうのは実は不完全の状態で生まれてくるんですよね。特に脳です。脳は、ね、完成した状態で生まれてくるんじゃなくて未完成の状態で生まれてくるんですよね。もちろんその発達段階の速度にはよりますけど、大抵ね、0歳から3歳までの3年間とか、もしくは0歳から5歳までの5年間かけて人間っていうのは脳を完成させていくんですよね。十分に外の、ね、ものを見て聞いて触って、それをちゃんと、ね、認識できてっていうものを、まあ、脳の認知システムっていうのをね、3年から5年ぐらいかけてゆっくりゆっくりこう作っていくわけです。だから生まれた瞬間の赤ちゃんっていうのはね、まあ、要するに未完成、特に脳の部分が不十分の状態で、まあ、生まれてきてるわけですよね。しかし赤ちゃんは泣いたり笑ったりと様々な感情を示すとね、十分に認知することができないにもかかわらず感情を表現しますよねと。だから認知と感情は関係がない、お互いに認知と感情というのは独立してるんだっていうのが、まあ、根拠の一つになってるということですよね。実際やっぱ赤ちゃんとか見てると確かにそんな感じがして、ね、例えばね、人見知りっていうのをね、し始めますよね。赤ちゃんが生まれて数ヶ月経ったらね、人見知りっていうのをし始めます。それなんでかっていうと、ね、最初は、全くね、そういった人見知りっていうのはしなかったわけですけれども、ね、その数ヶ月間の間に、ね、何回も何回もね、繰り返し繰り返し見たパパとママの顔だったら、ね、人見知りしないわけですよね。
だけど、ね、その人見知りするまでの数ヶ月間の間にほとんど見たことがない、見た回数が少ない、もしくは全く初めて見るっていう人に対してはこう、ね、なんかこう嫌っていう感じでね、こう嫌悪感を示して人見知りをすると、ね、っていうことで言った時に、ね、あの単純接触効果ですよね。十分に、ね、認知できてない、認識はしてないんだけど、無意識の方には繰り返し繰り返し情報が送られていることが相手に対しての行為につながっているという、まあ、その罪悪説の根拠ということで、まあ、示されているわけですね。ただし罪悪説っていうのには、ね、批判もあるということですよね。もうこれはもう理論だったら仕方がないんですよね。この宇宙の中に完全完璧な理論なんていうのはないわけですから、必ず原則はあっても例外があるんですよね。ね、この宇宙の中の真理っていうのはもう変化っていうことしかないわけですね。この宇宙の中は全てありとあらゆる瞬間変化し続けるって、もうこれしかないわけですよ。あとは全てね、まあ、あの理論であり仮説でありね、もしくは原則にはなり得るかもしれないですけど、原則っていうのは必ず例外が含まれますね。完全完璧な理論っていうのは存在しないので、やっぱり罪悪説にもやっぱ批判っていうかね、100点満点完全完璧な理論じゃないですよねっていうことで、やっぱりね、批判っていうのがあるということです。もうこれはね、もうどの理論にしてもそうです。で、全てがね、完全完璧で100点満点っていうのはもう実際はないということです。はい、ということで、まあ、罪悪説にはどんな批判があるかというと、1、単純接触っていうのは過度になると相手の情報処理が単調化し、行為ではなくて逆に退屈感を与えるということですよね。だからね、単純接触効果が あった方がいいということでね、ただ本当にね、同じ情報を繰り返し繰り返し相手に送り続けるとね、あ、それは相手に好意を持ってほしいからそういうことをやってるにもかかわらず、あまりにも毎回同じ情報で、しかもね、相手にとってはもうね、あのやりすぎっていうかね、十分すぎる、まあ、そういう提供だと、ね、逆に相手に対してね、好意ではなくて退屈感っていうのを与えるということです。要するにね、あの情報処理がもうめんどくさくなるんですよね。だからもう退屈っていうのを感じるということです。一番わかりやすいのはね、あの政治家の選挙活動だと思うんですよね。まあ、政治家の選挙活動って基本的にはね、あの人の一般的な人の印象っていうのは、なんかね、こう選挙カーに乗ってね、自分の名前って候補者の名前っていうのをね、もうひたすら繰り返し繰り返し連呼しますよね。あれはまあ単純接触効果を狙ってるわけですけれども、とにかく名前を覚えてさえもらえれば、ね、名前を覚えてもらえてない人よりも、やっぱりね、投票してもらう可能性が高いということで、ね、もうとにかくね、選挙活動って言ったら、もう政治家の人がね、ひたすら、あの、選挙カーでね、自分の名前を覚えてもらうような活動っていうのをします。あれは単純接触効果を狙っていて、やっぱりやらないよりはやった方が確実にいいんですよね。いざ選挙に行こうと思った時にね、知らない人の名前よりはやっぱりね、聞いたことがある人の名前を書く可能性は高いわけですから、まあ、そういうことをやってるわけですけど、ね、あまりにも度が過ぎると逆にね、もうあの人本当にね、この2週間うるさかったから絶対あの人にだけは入れないみたいな、まあ、そういったことが起きうるわけですよね。だから何でもやりすぎると、まあ、うまくいかないということがあります。まあ、商売ビジネスでも同じですよね。まあ、商売で大事なことって2つあるっていうふうに言われていて、まあ、商売って飽きないですよね。商売っていうのは飽きないだから、ね、2つ大事なことがあって、1つはやってる本人が飽きないでやるってことですよね。もうとにかくね、あのずっとね、あの何ヶ月何年っていう形でこう飽きないでやるっていうので、飽きないは飽きないでやることが大事っていうのが1話ですよね。これはもう単純接触効果に関わってるわけですよね。もうずずっとはね、やってる本人が飽きないでね、ずっと続けていると、まあ、そのうちね、好意を抱いてくれる人が増えてくるといったところがあるわけです。ただもう一つ大事なことがあって、それはね、相手を飽きさせないってことなんですよね。飽きないでやることは大事なんだけど、相手を飽きさせないことが大事なわけです。だから全く同じ刺激だったらやっぱりダメなんですよね。やっぱり少しずつ少しずつこう刺激が変わっていく。まあ、例えば日本のね、テーマパークって言えば、あのディズニーランドですけれども、ディズニーランドも常にね、改善っていうのをやっぱりやってるわけですよね。例えば、まあ、ディズニーランドだけじゃなくてディズニーシーを作ったりね、まあ、もっと細かいところで言えば、ディズニーランドとかディズニーシーでやっている、まあ、そのね、イベントをね、少しずつ少しずつ改善したりとかね、サービスっていうのを少しずつ少しずつこうより良くしていったりっていう形で常にね、やっぱ改善を続けてるわけですよね。だから前回行ったディズニーランドと全く同じディズニーランドだったら、ね、やっぱり人っていうのはね、あれほどね楽しいスペースだったとしてもやっぱり飽きちゃうわけです。
だから、まあ、飽きないでやることは大事なんだけど、相手を飽きさせないってことも大事なんですね。まあ、こういったのは、この在庵説にすごく当てはまるもので、ね、単純殺傷効果っていうのは確かに認められるんだけど、それがね、全く同じ情報をただひたすらね、繰り返しやるだけだったら、相手はね、その情報処理自体がめんどくさいと感じて、逆に相手に対して好意は持たないというのがあるということです。はい、それから2番ですね。刺激を認知することが感情のが生まれてくることに対して重要であるという証拠もあるということですね。まあ、今回は、ね、認知と感情というのは独立しているから、別に認知がなくても感情は発生しますよという理論だったんですけど、刺激を認知することが感情が生まれることに重要だという、ね、証拠もあるということです。ね、これに関しては、ね、次回以降で詳しくやっていきたいと思います。はい、ということで今回のまとめですね。在庵説とはということで、認知と感情は独立したものと、刺激が認知されなくても感情は生じると考えているということですね。そして単純接触効果、在庵の法則っていうのは、気づかないくらい短い時間何かに触れると。ね、で、何を見ましたか、何を聞きましたかって聞いても、それはね、答えることができない。ただ、初めて見るものに比べると、以前見たとは明確に認知してなくても、ね、要するに無意識レベルの情報だったとしても、相手に好意を示すというのが、この単純接触効果というふうに言われているものだということです。はい、次回はラザルス説ということでやっていきたいと思います。次回もどうぞお楽しみに。もし今回の動画がですね、あなたのお役に立ったということであれば、ぜひグッドのボタンを押して応援していただけると嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。最後までご視聴くださり感謝してます。ありがとうございます。白坂慎太郎でした。それではまた。